石川雄貴人は、日本中央競馬会の騎手。美穂トレーニングセンターの藍沢香織休者所属。2011年3月に、聖徳学園中学校を卒業。2011年4月に、JRA 競馬学校騎士課程に、第30期生として入学。2014年に、騎士免許を取得し、藍沢香織休者所属でデビュー。目標とする騎手は、ライアングーア。 競馬学校の同期には、井上俊樹、尾崎彩成、小畑初成、松若風馬、吉秀馬がいる。2014年3月1日、中山競馬第7競争で、初起乗。同年6月1日、東京競馬第2競争で、初勝利。同年は12勝し、小畑初成と共に、民放競馬記者クラブ賞を受賞した。2015年4月18日に、 中山競馬第8競争で落馬し、右鎖骨骨折。同年5月30日に東京競馬第2競争で復帰した。同年8月23日に見習い機種の減量制度の区切りである通算31勝目。同年12月20日に通算51勝目を挙げた。同年12月27日に有馬記念で G1 初起乗をした。 同年は40勝を挙げ、中央競馬機種年間ホープ賞を受賞した。2017年7月2日、ラジオ日経賞で2番人気、セダブリランテスに騎乗し、デビュー4年目で重賞初制覇。2019年のスプリングステークスでは師匠であるアイザー級者が管理するエメラルファイトに騎乗、10番人気という副兵ながら、好騎乗を見せ勝利。自給の馬で、 初めての重症制覇を決めた。ありがとうございます。